はい、おはようございます。LL の佐沢です。雑談です。音楽でもないし、プラモでもないし、ディスプログラム、プログラログでもないし、みたいな話なんですが、もしご興味あったらお付き合いください。今、ウクライナですね、非常に憂慮すべき事態が起きて、いて、もう本当、心を痛めております。まあ、世界中の方々はそうだと思うのですけれどもね。でところで、その、まあ、本当に憂慮すべき事態なのですけれども、よく系の神様的存在である斎藤ひとりさんなんかがね、おっしゃるのですけれども、この世の中に起きる出来事というのは決して悪いことばかりではないのだと、一つの現象であると。でそれをどう受け止めるのかは受け止める人間の解釈次第であるというふうなことをおっしゃったんですね。経営をしているといろんなことが起きます。まあ、うまくいくこともあるでしょうけれども、不測の事態に陥って窮地に追いやられるということもありますけれども、斎藤さんはそういう時こそリラックスをして、大丈夫、ありがとう、感謝みたいなことをね、唱えながら窮地を切り抜けるんだ。要はそこから何か学びなさいってことなんだそうです。窮地に陥ったけれども それから何か学べることはないんだろうかっていうんですよね。でそんなことを思うとね、ウクライナの情勢というのは非常に憂慮すべき事態なんですけれども、もしここから人が学べることがあるとすれば何なのかななんてね、このところ思ってるんですよ。一つはね、エネルギー源ですね、原子力核分裂によるエネルギーに依存するのは非常に危険であるというのを、再認識しました。まあ、福島原発はあれはまあ自然災害の事故ですけれども、こういった戦争みたいになって、意図的に破壊なんていうことだって、起こりうると。核分裂というのがかなり危険な、誤ると非常に危険なものなもんですので、何か代替エネルギーを探せという継承とも取れるのかななんて思います。それからあとはその石油ですね。まあ、今回そのロシアに対する経済制裁で、ロシアという国はかなりの原油の産出国でありますから、世界的に原油の供給量が不足する可能性が出てくるわけです。これまた、あまりにもその石油に依存するという体制を考え直せということなのかもしれないななんて思っています。まあ、単にエネルギー源だけでなくて、いろんな石油化学製品の原料になるので、完全にそれを使わないということはできないとは思うんですが、そのエネルギーとしての石油原油っていうのから脱するということを考えようということなのかもしれないななんていうふうなことも、思っております。それとね、何かで聞いたんですよね、経済評論家かな、なんだっけな、民主主義というのはね、決してベストな方法ではないのですけれども、マシな方法であるっていうふうなことを誰かおっしゃっててね、民主主義っていうのは必ずしも効率よく物事を決められる方法ではないのだけど、暴走はしないわけですね。で暴走しようになったらちゃんとこうコントロールが効いて暴走を食い止められるという方法です。ただなんかこう意思決定をするのにいろんな人の意見を集約しなきゃいけないもんですから、意思決定には時間がかかる。特に日本の国会見てると議論見てると、特にそう思いますよね。まあ、そこが日本の良さであって、決してこの国は暴走しないだろうなっていうふうな感じがするんですが、しかし意思決定はどうしたと遅くなりますよね。一方で今問題になっているロシアだとかという国は、まあ、一種独裁ですので、まあ、プーチンの、意思次第でどうにもなってしまうみたいなところあるんですけども、もしその独裁者が非常に優れた知見を持っていて素晴らしい方向に導いてくれるのであれば、これはこれは大変素晴らしいことなんですけれども、万が一こんなような今回のような事態が起きた時には暴走を食い止めるという手段が、
組み込まれていませんので、もう際限なく暴走が進んでしまうんですけれども、何か、もう一つそれらを飛び越えた社会制度っていうのも模索せよってことなのかな、なんていうふうな、気もいたします。民主主義がベストなのかと思ってきたのですけれども、もう一つ何か必要なのではないのか、あるいはその両者の社会主義的なところと民主主義的なところのこうそれぞれ良いところを取り出したような、融合させたような社会システムが望ましいのかもしれません。まあ、何かここから学ぶことはひょっとしてあるとすれば、私の本当は素人考えですけれども、何かここから進歩せよ人類よと何か言われたような気がするのですね。はい、すみません、取り留めない雑談でした。それじゃまたお会いしましょう。